日本スポーツ界に新時代を築く、日本プロサッカーリーグ、J リーグが5月15日、東京国立競技場で開幕しました。1億5000万円をかけた開幕セレモニーは、ロックコンサートさながらに会場を熱狂させます。川淵三郎チェアマンの開会宣言。6万人のサポーターを前に、午後7時30分、ヴェルディ川崎対横浜マリノス。いいシュートを決め、1対1の同点。続く14分、横浜マリノスは水沼がディフェンスを抜きシュート。ゴールキーパーが弾き、こぼれたところをディアスが左足でシュート。2対1と逆転しました。横浜マリノスはヴェルディ川崎の必要な攻撃に耐え、2対1でプロサッカーリーグ初勝利を飾りました。華やかにスタートした J リーグが地域に結びついた新しい時代のスポーツとして根付くことを期待したいものです。